ですね、本当に笑っちゃうような怖い怪奇現象が起きました。先に言っとくけど、信じるわけがないだろうなっていうとこなんだけど、残念ながら事実なので一応お伝えしようかな。そして何かのね、いざなわれているのか分かんないですけど、いつもはだいたい撮るの11時半とか、まあ、11時から12時ぐらいじゃないかな、夜ぐらいだね。そうだね、でもしくは昼とか。この一番ヤバい話に限って今2時なんですよ。怖っ、牛蜜時、牛蜜や。今ちょっとバチッつったこういうの、ちょっと先に説明しなきゃいけないんですけど、あのコメント欄でこっちとかで光とかが見えるときにカメラ回してほしいっていうのがあって、うん、たくさんコメントが来てるので、まあこれはしてほしいんだなっていうことで、まあするんですけど、その前に、まあ、なぜしてなかったのかしなかったのかっていう、うん、一応説明だけ軽くしていこうかなと思います、うんうん、まあまず毎日投稿してる影響で2カメを設置するともう編集がめちゃめちゃ大変なんですよ、うん、でホラーナイトって 10分以上するような長い動画が多いので、そこが大変っていうのが、まあ、まあ物理的にまあ結構不可能っていうポイントなんですけど、あまりにもそういう意見が多いので、僕たち前も定点カメラの件とかリクエストがめっちゃ増えて、まあ、しっかり僕たちそれを置かせていただいて、見てくれてる人たちがみんなよくやったみたいな、めちゃくちゃ褒めてくれたっていうのあって、うん、まあ僕たち全然やらせ全くやってないので、全然そういうリクエストはパンパン来たら答えるんで、であとシンプルにめちゃくちゃ見てくれててありがたいんですよ。うん、今は光ったね。だよね、見てない、違う違う違う、全然そんなんじゃない、そんなんじゃない、全然違う、そんなんちゃうのよ。めちゃくちゃありがたいんですけど、うん、シンプルなこと言ってもらっていいですか。言っても ST のホラーナイトを見てる人がもう目超えすぎてます。間違いない、それはマジで間違いない、それ間違いない。あの冷静に考えてみてください。まあ多分普通に考えてる人なら分かると思うんですけど、僕たちあの普通の企画撮ろうと思っててもそれ心霊とかになる時あるじゃないですか。あるあるね、そうだね。だけどそれって心霊を撮ろうとして撮ってるわけじゃないんですよ、うん、だから心霊現象起きるっていう確証がないので、まあ、まず2カメ設置するわけがないんです。そうですね。それに関しては容量とかもずっとすごくなるし、もうずっと撮っててもこっち企画に集中できないんで、確かに、まあ、そこはまず無理だと。ちょっと単純にあの毎回現象起きんのが皆さん当たり前すぎてちょっと様子がおかしい。当たり前だと、みんなおかしくない。まあそういういろんな影響からも合わせなかったんですけれども、まあ結構意見多かったので、今回は現象起きるためにカメラ2カメを使って写して、おーよっしゃー。そう、なんかあった、ガシッつって、これデブが動いた、ガシッ、デブお前か、デブでしょ、今動いてミシって見たもん。そう、うん、あとプレゼント企画とかしてる暇あったらカメラ買えってなったんですけど、あの ST あの合計カメラ5台ぐらいあるんで、すいません、全然その辺大丈夫なんで。あるんやけど、そのね、編集の問題とか、いろいろの都合で別に使えないっていう、まあこれサブチャン用のカメラなんですけど、これでバーイいきますので、バーイ4、今回の皆さんホラーナイトお楽しみにしていてください。お楽しみ。まあ、まずそもそも覚えてないといけないっていうのがある、ね、うんうん、日々いろんなことしてるんで、いちいちホラーナイトの時にこれを手元に置いとかないとって覚えてるかどうか、そうだね、っていうのもある。まあ覚えてる限りなるべく置きます。そうだね、はい、で怒ったら映します。ということで、じゃあ一旦もうつけときます。あったからね。あ、やっぱおかしいよ、今テレビ光ってた。ピコンピコンって点滅してた。そう、マジで言ってる、この白いところ映ったらいいけど、ここだけ。あ、あ、今来た、あ、来た、え、来ましたね。あ、やった、え、やばくない、やばいよ、来たね、やった、やばいよ、やばくない、めっちゃ光ってる、これだけに映って、でもこっちは映ってない、これやばいよ、これやばいよ、こっちは映ってない、なに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 、え、こっち映ってない、マジで、え、やば、え、めっちゃ映ってない、え、マジガチやな、ガチガチガチ、なんで、それマジやばい、え、待って待って待って、え、これ待って待って、こっち何も映ってない、確かに目と口は確認できる、え、どこ、どれ、知らない、知らないでしょ、こっち何も映ってない、忙しい、カメラにしか映ってないね、これね、その高さに白いもんないの、ないないない、え、肉眼でなんでこんなに黒いのに映像になるとこ、え、え、え、今さ、なんか水流れることしなかった、しないよ、ターボがシャーみたいな、ということで、ちょっと急遽企画を変更させていただきます。めっちゃ動いてる、この今日の回は固定カメラずっとこっち映しときます。で、他にあった現象をちょっと紹介します。いや、あまりにヤバいやつは次回のホラーナイトで、うん、ちょっとあまりにもちょっとこっちの映像怖すぎるんで、ちょっと そっちだけ映しときます。うっ、今、え、わかんない、ちょっと声何なの、声に入れちゃった、ちょ、気持ち悪いって、誰、こいつ誰、じゃあ、一番怖いもん、じゃあ俺もうこれでもうやばいの、怖いの、おっと、
水流れる音したね、俺も。あ、聞こえた？聞こえたわ、今聞こえた。さっきも俺聞こえたの。水流れる音したね、俺も。あ、聞こえた？聞こえたわ、今聞こえた。さっきも俺聞こえたの。聞こえた？聞こえたわ、今聞こえた。さっきも俺聞こえたの。さっきじゃさ、さ、勝手にこう、マジで動いてる。お、あ、光った。なんか話すら紹介できないんですけど、ね、なんか水だからかやばいね、地元だってやばいね、半端じゃない。待って、やばい、なに、待って、もうこっちに映る映像が怖すぎて集中できねえ。今まだね、ここやばかった。そう、ここ、この黄色い光がスパンスパンスパン、半端ないとこ光り、半端ない光りまくって、スパンスパン光った。一旦紹介しましょう。今回紹介する怪奇現象は、大輝が馬面ビデオとのコラボの時に、1本目撮り終わってさ、体調が悪くなって、うん、上で一人で寝てたんや。その時に、ちょっとあまりにも怪奇現象がやばかったって、でまあ、そのお話をしている動画があるので、こちらをご覧ください。どうぞ。あの、うん、この家今絶対上何かいます。今？この、うん、今じゃなくて普通にこの2階の2階に、そう、寝室絶対何か。なんか現象が起きたから話したいって言われて。あ、そう。これ結構本当ガチ。馬沢と下で撮ってたじゃん。うんうん、でさ撮っててさ、俺が撮影終わってさ気分悪かったじゃん。うん、目が腫れて。腫れて。やばかったよねあれね。先に上行って。そう寝てたし。2本目撮れなかった。うんで寝てて1時間ぐらい経ったぐらいに扇風機あるじゃん、はいはいはい、あれ使ったら寝てたのね、うん、こう寝ててプッて起きた時になんか風弱いなと思ったの俺、うん、したら共演か誰かさエアコンじゃなくてあの扇風機後ろ向いてたみたいな、うん、あったね、あったじゃん、俺横向いてたの、まずうわマジ怖っと思ってまず、うん、でまあいいやと思ってまた寝たの、うん、また1時間ぐらい起きたの、うん、したらなんか下で騒いでたんだお前らが、うん、お騒いでんなと思ったらいきなりボーンって聞こえて上天井ボーンって、うん、また俺の下、俺らも馬面たちが下で騒いだ時、馬面たちまだいたから、うんうんうん、そこでそのどんどん聞こえて怯えてた。そう、上からドンと下からか、上なの、上なんだ、あの、うん、2階の上なんだ、下から下からボンって、下からボン、やばくない？ほんじゃここいたんじゃん。したら次俺ノリの寝てる方の窓からめっちゃ視線感じたのね。うわこれ見たくねーと思ったけどなんか見たくなっちゃったの、うん、で俺が仰向けにこう寝ててこうやって横が一瞬ペッて見たらなんか影が見えたわけ窓にね。で俺それ初めてだったの、その見えてるやん、そのあれが、うん、黒、黒、あ、まあそれはやばい、黒最悪だ、黒、若干見たのが黒くて髪が長い感じがしたのね。あ、これ見ちゃったのかなと思ってまた仰向けになって寝た5秒後ぐらいに上からボーンって聞こえた。だけど俺体動かなかったの、金縛りかなと思ったんだけど、でも俺ちゃんと指は動いてるし起き上がる仕草もできそうなんだけど、でもできないの。それで僕も起きたら朝だった。あの、あらか先に言っとくんですけど、ちょっと分かりやすいように言っとくよ、うん、前まで俺らが よく反応したのがこれじゃなくて、うん、こっちなんですよ。そうだね、ここら辺、ここにすごい、そこら辺の光がやばかったんです。普段僕たちが言ってるのはそこのことです。で、これリボンの時もあって共演の時もあって最近増えてるんですけど、扇風機がなぜか真反対の方に、うん、そう、これやばい。で、顔が映った方を向いてる、うん、っていうのが多い。続いてが下から下でみんな、うわ、うわーい。続いてが下から下でみんな、うわ、うわい。でっけ、でかっ、でっけ、めっちゃでかい。100%入ってる、これやばい。で、最後もまたで、仰向けになって、うわー、見えーって仰向けになって、まあ5秒ぐらい見た。え、見た、何がめっちゃ光る。嘘、じゃあもうなんかおかしいです。尋常じゃないレベルの光の、おかしいです。このちっちゃい方のテレビ、まあ、大輝が最近見えるようになってきている。大輝がついに男の子供の霊を見た。これはもう俺もね、はっきり見た。それがなんかその廃公園のところ近くの、うん、そこで大輝の方を向いて手振ってたんだけど、うんうん、本当にこれだけな。で、その瞬間にこいつ LINE してきてね。そうスティーライングループ LINE に来たね。ちょっとしんどいな、今日しんどいな、今日しんどい、マジで今もうやばい光からしてたね。で、この白い子供の話をした数日後にジャンヌとコラボで、ジャンヌが悪夢で白い子男の子を見たって、それが繋がりすぎてマジで鳥肌がやばかったって。 LINE 送ってすぐ見たのもいなかった。不思議な話
話。これはやばい、まあ、いい例になるかもしれないね。うん、うん、そうかも、別の強化はなかった俺も。ということで、まあ、定点カメラの映像をまた分析して、編集して載せたいと思います。はい、はい、ここでお知らせがございます。なんだなんだなんだ。イベントでお先に発表させていただいていました9月のイベントの詳細が決まりました。日程が9月24日と場所は東京のみになりまして、はい、前回と一緒の渋谷ギャレットさん。ギャレットは我らのホーム。まず前回東京が半端ない応募数で、あ、めちゃくちゃありがたいことを、ありがとうございます。今どう言うたよな、言うたな、あー今めっちゃ光った。いやーもういいのよ。ということで今回もどしどし皆さんご応募してください。お願いします。新曲「ずっと来る」ももちろんそこで歌わせていただきまして、まああとは交流とかトークとかいろいろ盛りだくさんでやっていこうと思います。 SE は本当にどこのグループよりも死ぬ気でイベントやっていますので。そうだね、もう超楽しい、もう超楽しい、超楽しい、超絶楽しませるためにいろいろ頑張っています。胸張って言える、これだけは本当に胸張って間違いない。ということで皆さん心よりお待ちしてますので、概要欄からぜひ応募してみてください。お願いします。ということで次のホラーナイトでお会いしましょう。バイバイ。ひたすら夢へと走り続ける、ただがむしゃらに突き進む、もう一度きりの人生を楽しもう、この先